去年のハロウィンの話。職場の上司40代後半が顔に大きなガーゼをして出勤してきた。ロードバイクで通勤中にすっ転んだか、はたまた嫁にぶん殴られたか、元ヤン同僚と心配して周囲が事情を聞いたところ、どちらでもなく某所のハロウィンで殴られたらしい。それ事件じゃん。通報した方がいいですよ。と言ったが、微妙に歯切れが悪い。上司本人は黙ってしまったが、嫁の方が怒り心頭という感じで社内で話したことが、こちらにまで流れてきた。いわく、大学生の息子が仮装するのを見て、面白がって自分も仮装して外出したそうだが、イベントとは、離れた場所の路地から飛び出して通行人を驚かしたら、持っていた棒状の何か傘をフルスイングするように顔面を引っ叩かれ、金具のところで切ったのか血まみれになってしまったらしい。しかし、上司本人は酒が入っていて麻痺していたのか、血まみれもまたハロウィンっぽくていいじゃんという謎理論で手当てもせず、血を拭いながら酒を飲み続けて朝帰り。この辺は同行していた上司息子証言。ちょっとした切り傷と打撲だったと思っていたが、案外深そうだったので、嫁が病院に連れて行ったら、結局10針も縫って、しかも、目の横の骨にひびが入ってた。酔いの覚めた上司は、傷害事件だ。と、被害届を出そうとしたらしいが、息子の証言によると、おとなしそうな女の子を狙って、セクハラまがいの言葉を叫びながら飛び出したらしいので、相手は、正当防衛になるに決まってるし、これ以上恥をさらすなと嫁で叱って止めたんだとさ。そりゃ夜道で、フランケンシュタインの格好したおっさん180センチメートル超が、下品な言葉を叫びながら、突然襲いかかってきたら、俺でも全力でぶん殴るわ。昨日、渋谷の騒動のニュースを見て、上司が、苦々しげに日本どうなってるんだとつぶやいていたが、お前にそれを言う資格はねえわと思った。